連行しろ。わかんないです。あ、すいません。
あとだな。はい、ありがとうございます。今回も無駄骨だったな。今度こそ偽札だと思ったんですけどね。お前深空に潜って何年になる？3年です。一度ぐらい角度の高い情報をつかんでこい。これだけの捜査線を割って何度目の空振りだ。もっと使えるやつだと思ってたが、俺の人選ミスだったかな。表にいるあんたには分からないでしょ。これでも命がけで掴んだ情報だったんですよ。とにかくこれを預かる。ご苦労様、金山拓海警部補。괜찮아괜찮아오늘그런한걱정많다니까이나라정말싫어先ほど押収した覚醒剤は約1キログラム末端価格にして5,000〜6,000万科捜研に回し鑑定中だが取引の量の少なさから言って真空が組織絡みで行ったものではなく末端のチンピラが遊ぶ金欲しさに手を出したものと思われる。では本題に移る。昨日新たに発見された偽札だ。専門家ですら簡単には鑑定できないくらいの仕事、間違いなく真空の仕業、奴らをのさばらせる資金源だ。奴らの表向きの顔は風間ホールディングス。何らかの方法で偽札を本物の札に洗い、その豊富な資金源を使って M&A を重ね、今や政財界も牛耳る存在となりつつある。最近では老舗のホテルセンシアルもチェンクのトップ風間隆一郎に食い物にされている。我々のホテルの買収を考え直してください。風間隆一郎のブレインは秘書で在日韓国人2世のソン・ギュファン。そして隆一郎の息子の風間隆吾。風間隆一郎は息子の隆吾をいずれは政界に送り込もうとあれこれ画策を始めているらしい。完成した今月分です。いつもながら本物以上によくできている。ありがとうございます。これだけ高度な印刷技術からして印刷工場は必ず日本のどこかにある。どうしていつまでも見つけ出せない。奴らの結束の固さにはお手上げですよ。
その上龍一郎と孫をトップにいくつもの支部に分割して、情報網は巧妙に分断されてます。今回みたいに末端の人間をいくら捕まえても日殺に関する情報なんて全く取れませんし、この際内部に誰かを送り込むしかないんじゃないですか。どういう意味だ。潜入捜査員ですよ。もうグラか、もうその手しかないかもしれませんね。決死だろ。モグラはもう使わない。これまで20年の捜査ですでに5人もやられてる。